今回木崎浜で DHG サーフボードの試乗会が開催されました。大志くん、はい、僕を呼び出して一体何ですか？どうもです、おはようございます。キラーサーフ宮崎オーナーの川端大志です。はい、本日は、はい、DHG サーフボード試乗会がね、はい、ここ木崎浜にて行われております。まあ、梅雨というか雨季みたいなこんなね時期なんですけど、まあ、幸いね天気も良く波も肩ぐらい、もうすごいいいじゃないですか。ということでね、今日、まあ、見ていただくと分かるんですけど、もういろんなモデルありますね。まあ、山田店長が乗ってるモデルだったり、ショーンがね、まあ、全日本の渋予選でね活躍したモデルなんかもあって、もうあとカーボン、フルカーボンの板もあったりとかするんですけど、まあ、この板結構今世界中で注目集めてるんですけど、スタブインザダークといって、シェーパーさん、まあ、各社もう世界中の外国メーカー大手もう全部が参加してる、まあそのコンテストがあるんですけど、乗り手が誰か分からずにシェーパーさんがボードを作るんですよ。でボードに一切のマークが入ってないんですね。ボードに一切のマークが入ってないということは、完全に乗り手 CT 選手、元 CT 選手は性能だけでボードに優劣順位をつけていくんですね。まあ20番目ぐらいまであったりするんですけど、まあ今回それでなんとそのスタブインザダークというまあ企画で優勝したモデルなんですね、これ。ということは性能が一番だったと、もうこれはもう異論はない、認めます。はい。でもその人的にはもうこのモデルが一番良かったということで、まあそういったね、こうもうすごい世界的にホットなモデルも乗れるしっていうのがあるんで、ぜひまあそのボードのことでなんかお聞きしたいこととか、まあそのお問い合わせでもいいんで、キラーサーフ宮崎の方でお待ちしております。では山田店長に代わりたいと思います。ドーン、はい、ドーン、はい、ドーン、はい、ドーンということで店長に代わりました。でですね、実は今 DHD サーフボード 124,300円で買えるんですけども、実は6月中頃からちょっと 5,6,000円ぐらい上がる予定となってます。なのでそれまでにぜひオーダーしにお店に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ドーン、はい、ドーン、はい、ドーン。今回は10種類のサーフボードを10本持ってきました。株式会社 DHD サーフジャパン取締役の前田さんに話を聞いてみましょう。おはようございます。おはようございます。今回のこの趣旨を教えてください。本日宮崎の木崎浜に来まして、キラーサーフさんとブラストサーフさんの試乗会を行っております。オールフリーの試乗会なんで、皆さん、どんどん試乗してください。今回目玉の、サーフボードなんかはあるんでしょうか？はい、ございます。じゃあ教えてください。はい、ではまず1本目になります。1本目はジュリエット、ジュリエットは EDNA のスカッシュテールを改良されたモデルになります。でこのモデルは2024年、スタブインザダークで優勝したモデルになりますんで、注目度が高いモデルになっております。ジュリエットモデルのボトム形状は、EDNA のスカッシュの時はシングルコンケーブだったんですけど、今回シングルダブルコンケーブになっております。スピードを、つける時に、やりやすいシングルダブルっていう形になります。実際これを上げてもらった時に、はい、コンケーブがカメラで撮影できますかね？結構コンケーブ撮影できるかなと思います。深いんで、ここら辺ですかね。へこんでる感じなんですね。はい、コンケーブがシングル入って、ね、テールのところでダブルになってますね。あ、なるほど。はい、コンペ向きのサーフボードになりますけど、皆さん、ぜひ試乗してみてください。こちらエクリプスになります。エクリプスモデルは、ミック・ファニングが使
作ったコナミボードになります。クワッドで乗ったり、トライで乗ったりすることによって、いろいろなセッティングが可能です。あと、フィンの位置が若干内側になってまして、あと、テールのところが若干上に上がっておりますので、回転性が高いモデルになっております。ぜひ、まあ、コナミの時にも使えるモデルなんで、乗ってみてください。よろしくお願いします。早速、皆さん、乗りたいボードを手に海に入ってきました。さあ、まずはテイクオフ。おー、入っちゃないですか。そしてパンピングで、最後はどうする。あ、ちょっと引っかかってしまった。惜しい。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。カーボンの板、乗りました。乗りましたね。感想を教えてください。はい、テイクオフは速いですね。スピードも速いですね。はい。ただちょっと自分にはこれは長さがちょっと長かったんで扱い難しかったんですけど、同じサイズでしたらスピードも出て調子いいと思いますね。はい、ぜひ皆さんカーボン1本買ってください。お願いします。次何か乗る予定なんですか。次ユートピア乗りたいですね。 ユートピアじゃなくてジュリエット。あ、ジュリエット、はい、あれ乗りますね。わかりました。はい、すいません。じゃあまたお願いします。中太郎くんもボードが気になるようです。いや、あのインドネシアトリップに行くときに、ね、でかちっちゃい波でもでかい波でも行けるようにこうと思って。そうですね、はい、ね、行けると思います。ね、この1本やっぱテールが結構普通に絞ってあって、うん、通常のサーフボードと一緒のようなラウンドテール、うん、ラウンドピンですね、はい、で 前の方は結構幅があるんで、はい、まあ、テイクオフも簡単に、はい、あの動かしやすく、はい、まあ、テールが動かしやすく、前はテイクオフが速くっていうので、まあ、1本で、まあ、腰腹から頭ぐらいまで全然乗れるというモデルです。シックスとかシックスリーぐらいいけばもう頭以上でもいけるんですね。そうですね、はい、もうちょっと浮力も出ますし、ね、まあ、1本だけっていう限定で持っていくんだったら、1本だけっていうか、まあ、はい、はい、重くなったら年寄りも重くなってもカバンがね、重くなる。20キロの規制がありますからね。ヒーヒーがこの方、勝手にフィンをつけてますね。話を聞いてみましょう。今から試乗されるんですか。はい、行ってきます。このボードを選んだ理由があったら教えてください。そうですね、今一番ユートピアがもともと気になってたのと EPS っていうのがちょっとどんなものかと思いまして、いっぱい今日は乗ります。いろんなモデルを。さあ、どんなサーフィンを見せてくれるのかな。さあ、乗っていく。さあ、どんな感じでしょうかね。いやー、いい感じですよ。おい、板が走るぞこれみたいな、そんな感じでしょうか。上がってこられました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか、乗り心地は。乗り心地良かったですね。すごい素直な感じがしました。あ、本当ですか。はい、それ以上ないな。次の行きます。長さあってもいいかなっていうんやったらブラックダイヤモンドでもいいと思いますし。ブラックダイヤモンドっていうのは何サイズ。あの、はい、5。あ、いっぱいあります。あ、いっぱい、はい、いっぱいあります。恥ずかしい。これ流されたら恥ずかしい。いや、流されますよ。あ、そうなの、はい、何番さん流す系。はい、そのボードが気になるんですか。これをおすすめされました。あ、本当ですか。どうですか、このサーフボード見て。え、欲しい。欲しいです。印象的な、なんですかね、自分の実力に見合ってるかどうかを店長に見てもらってから決めたいです。とりあえず乗ってみないことには良し悪しが分かんないですよね。そうです。だから試乗会なんだなって実感です。何やら店長がフィンをセットアップしてます。多分今日これ乗りやすいです。あ、そうですか。はい、あのちっちゃすぎる板やったら多分ちょっと波続きにくかったりするんですけど、これやったら多分動いてくれるんで。乗る方に話を聞いてみましょう。はい、おはようございます。おはようございます。このボードを試乗するために今見てらっしゃるんですか。はい、乗ってみたいと思います。どうしてこのボードを選んだんですか。浮力がありそうだけど動きも良さそうなので乗ってみたいと思います。
じゃあ楽しんできてください。はい、ありがとうございます。半沢さんもご兄弟で参加のようです。さあ、どんなサーフィンを楽しまれるのかな、期待十分みたいな、そんな感じで、さあ行きました、テイクオフ。お、行っちゃないですか、これなかなかですね。あ、ちょっとここで看板になるので引っかかってしまった。上がってこられました。感想を聞いてみましょう。はい、お疲れ様です。どうでしたか、そのミッドレグス。よかったです。なんか欲しいぐらいですとても楽しめました。最初ちょっと癖があったけどバッチリでした。ありがとうございました。この方もサーフボードを手にじっくりと志田さなみですね。さあ、話を聞いてみましょう。はい、おはようございます。おはようございます。今回はどちらからお越しになったんですか。はい、鹿児島から来ました。鹿児島日置市で HR サーフをやっております、前鶴です。今回、はい、サーフショップの方がこちら試乗会に来られた目的は何ですか。はい、はい、DHD をうちのショップで扱っていて、その新しいモデル、いろんなモデルちょっと見てみたい、試乗してみたいので来ました。わかりました、はい、じゃあ今回試乗して、はい、そのデータをお客さんの方に渡してください。はい、いいフィードバックができるように乗ってみます。サーフボードを手に取って海に向かいます。どんなパフォーマンスを見せてくれるのかみたいな、いや、なんか楽しそうに話しながら海に向かってますね。いいですね、いい雰囲気です。さあ、そしてテイクオフです。バックサイドサーフィン、まずは一発、おうまい、からのもう一発、おお、そしてセクションができて、最後はリエントリー、おお、決まった。話を聞いてみましょう。はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。どうでしたか。あ、すごい、なんか EPS なんですけど、なんかちょっと PU よりのなんか EPS みたいな感じ、すごい乗りやすかったです。なんかバチコンがバチコン飛んでましたね。いつも乗ってるリッター数よりちょっとオーバーフロー気味だったんですけど、でも全然なんか自分の乗ってるサイズに合わせればすごい調子いいなと思いました。わかりました。はい、次はどれ行きますか。次はちょっとツインフィン系乗ってみたいなと思います。今出払ってるんで、はい、ちょっと待ちますですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちらの方はカーボンに乗ってらっしゃいますね。どんな感じなんでしょうかね。さあ、今度はレギュラーです。さあ、スピードをつけて、おっと、もうスピード違反で捕まりそうな、スピードがもう乗りすぎて合わないんですかね。話を聞いてみましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、試乗は。そうですね、DHD のこの、DNA のカーボンということで初めて乗ったんですけども、DNA のモデル自体が初めてだったんですけども、まあもうテイクオフから速くて、このボトムターンとかも、まあ、逆に速すぎて、僕はちょっとボードのコントロールができないぐらいです。で、最後まあちょっと、だいぶ分かるようになって、まあ気持ちよく3発当てて上がってきたというような感じですね。でも全然本当にもう、なんていうんですかね、回りすぎるぐらい回るっていうような感じですね。なるほどですね。わかりました。こうして皆さんも次から次へと、もうお目当てのボードをね、手に海に入っていきますね。わ、この方はもうなんかもう、こう、いっちゃねえ。うわ、もうな、うわ、いいな、欲しいな、そんな感じでしょうか。さあ、そして、ほら、見比べて、見てん、これ、敵いっちゃか、みたいな、そんな感じで、なんか自慢してらっしゃいますね。そしてこちらは韓国の人ですね。ハリンちゃんと一緒に来てますね。コンボードいっちゃねえやろか、こうやってエアーガで食っちゃねえみたいな、そんな感じでやってますね。そして実際乗ってみると、いいパフォーマンスで動いてますね。いいんじゃないですか。さあ、そしてハリンちゃんも上がってきましたね。こちらもツインフィンですね。そして皆さん、また板をチェンジして海に入っていきます。笑顔ですね。さあ、皆さん海に入っていきます。そして上がってきます。いやー、この板欲しいな、俺買おうかなみたいな、そんな感じですかね。さあ、そして今度は板を変えて、えい、おっと、スピードがいっちゃないですか。そして最後は
合わなかった惜しい。ほらもうカーボンはいいぞ、こらもうたまらん、もう欲しいがよみたいな、そんな感じですかね。さあそしてもう皆さんね、だいたいカーボンに乗りたいみたいでね、もうカーボンはよ上がって今回ね、あー帰ってきたみたいな、そんな感じで手に取ってもう海に入ってましたね。そしていやいや俺はこれが乗ってみたいっちゃわみたいな、そんな感じで、そしてそんなこんな状態、山田がやってきましたね。頑張ってもうぶち切れて首振りすんなよみたいな。そして鹿児島からのエントリーの方は今度はツインフィンですね。さあ乗っていきます。うまいうまいうまいですね、ナイスですね。さあそしてもう一発いきます。おフローターからのレイバック気味に持っていく、うまいですね。っていうかこのサーフボードがいいんでしょうかみたいな。さあ中太郎くんも乗っていきます。まずはおお本当に調子がいっちゃね、そういった。そしてチェックターンを繰り返しながら、さあクリティカル入った、えいスープに当て込んでから今度はバックサイドで乗り上げる、うまい、さすがですね。さあそしてわあこの方もいいですね、トップターントップターンからのインサイドセクションみたいな、わあもうすんげえロングライディング最高ですね。さあそして山田がもう相変わらず首がもうもげそうなぐらい首振りしてますね。お前首が抜けるぞみたいな、そんな感じで今回はねいい感じで試乗会を開催することができました。もう皆さんこうね普段乗ってみたい気になるサーフボードなんかをね手に取って、わあこれいいな、これ以前から乗ってみたかったとよねみたいな、欲しいとよねみたいな、そんな感じで、そして山田店長が見てください、もうこれいっちゃねみたいな。さあ韓国チームはこの2人はねもう乗ってましたね。韓国ではこういう、試乗会ってあんまりないんですかね、どうなんですかね、ちょっと聞いてみればよかったですね。そしてこれがミッドレングスですね、僕もこれ乗ってみたかったですね。そしてほら皆さんがサーフボード持っていくんで、もうほとんどテントには空っぽになってきました。そして皆さん手に取って記念撮影、気になる方はキラーサーフ宮崎店に遊びに来てください。お店の人が対応してくれます。それではここら辺でお別れしたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンバーシップも始めましたのでぜひよろしくね。また見てね、バイバイ。楽しかった。